こんにちは、なおです。今回は誰でも簡単にできる斉藤利光の倒し方を紹介していきたいと思います。今回ポイントになる点、それはいかに気力を削るか、これになります。そのために今回使用したのは大太刀の武器。まずはこちら、荒波ですね。 L ボタンプラス四角ボタンで出す突進技にこれなるんですけども、この技でも早く、しかもガード状態から出せるので非常にですね、隙が少ないと、敵のとっさの攻撃に備えられて、その状態からさっと出すことができるんですね。しかもそこそこ気力削りも優秀です。そして次に使った武器、同じく大太刀のこちら、鶴瓶突きという技ですね。まあ、出し方は簡単で、早い攻撃からの三角ボタン、強い攻撃のボタンでコンボするだけですね。はい、まあ、これもね、使ってる方は多いかと思うんですけども、これ非常にダメージが高くて癖がないというか、非常に使いやすい技になってます。次、あと最後にですね、妖怪技、はい、こちら五月の玉城から繰り出される妖怪技になります。こちらですね、以上の3つをですね、組み合わせて気力を削る形になります。あと使ったといえば戦略ですね。アイテムはそれしか使ってません。当然忍者スキルや陰陽術スキル、そういった類のものは一切使っておりません。それでは実際に映像を見てもらおうと思うんですが、その前に簡単に私のですね、このキャラのステータスだけ紹介していきたいと思います。まあ、ざっくり言ってしまうと、社縛りの時に使用していたキャラクターです。社縛りって何なのっていう方はですね、今画面にちょっと表示しておこうかなと思うんですけども、その時に使っていたこのキャラクターを使用して、今回は1周目レベルシンクありの状態で斉藤利光さんと戦っております。以上ですね。まあ必要なのは本当そうです。この要は大太刀が大事です。この大太刀さえあれば他に何もいりません。この2刀も特にいらないし、まあこんなのでね、遠距離武器なんて何でもいいし、これもたまたま私はこれラスボスの時に装備していた大魔師の具足っていう装備なんですけども、もちろんこれも皆さん好きなのを装備してもらって結構です。大事なのは本当この、はい、こちらですね、大太刀だけ。カニ玉とかも特に必要ありません。アイテムも実際私は今回この戦略しか使ってないんですけれども、もっと妖怪技を使いたいって方はこの宝月の実だとか、もしくはですね、この招きの奴隷なんかも使ってもらえると、もっともっと妖怪技は連発できて、もっと今回やった映像よりも簡単に倒すことをできるようになるかと思います。はい、最後玉城も、こちらの2つもこれいらないので、この五月の玉城さえあれば OK です。はい、すいません、長くなりましたが、早速ではですね、私が実際に撃破してきた時の映像を見ていただければと思います。それでは映像をご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。
なるべくですね、使う技を限定して簡単に倒せるようにまとめてみました。実際皆さんが戦われる際にはもっとですね、忍者スキルや陰陽術スキル等を使えばもっともっと簡単に倒せるようにはなるかなと思います。斉藤利光戦が苦手だっていう方はぜひですね、こちらの動画少しでも参考にしていただければ幸いです。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。